ポケモンシルエットクイズ、このポケモンは何でしょう。昼間見るとキノコみたい。真夜中の森で明かりを見つけたらきっとこのポケモンだと思います。眠らせてから指先から相手の精液を吸い取っちゃうので気をつけましょう。答えは動画の最後です。こんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。本当に最近ずっと何もない。唾液のでっかい木は揺らしたことあるよなんかシャクヤちゃんも何も教えてくれないんですけど、最後の一匹なんだけどな。そろそろ教えてくれてもいいと思うんですが、限定違うから教えてくれないのでしょうか。それでは行ってみたいと思います。ソード限定の最後の一匹、今回は出るかな。よろしくお願いします。お、名前近い子いる。名前大豆クッパ様、いいねなんか良い感じの流れじゃないですか。あ、私何にしよう。これめちゃくちゃ選びますよね。あー、どっちだ。光の粉、こっちじゃない。すごいなんとなくだけど、モロバレルも多分良かったのかな。ギガドレインとか持ってましたよね。タイプによりなんですが、水か。あれあれ、水タイプ。じゃあ行きましょう。水だったらもう草電気行きたい。あ、なんか分かれてるぞ。分かれてるぞ。どう、水からちょっと待って、めちゃくちゃ分かれてるんですけど、どうしたらいいんだろう。え、何が出てくるんだろう。電気、草、連れて行きたいですよね。でも水タイプだけっていう感じでもなさそうなんだけどな。バスラオ、赤筋だね。では行ってみましょう。エレントラーの選択はすごくいいと思う。水だったら、え、何がいい。とりあえず金属音かけるべきかな。かかるかどうか分かんないですけどかけながらね、一番奥まで行ってみたいと思います。久々だね、バスラオ。では確認しましょう。あ、氷の牙持ちだったのか。え、私持ち帰った方がいいかな。このままにしてみましょう。黄色ラインまで行っちゃってるんですけど、多分木の実が落ちてない。え、どっちがいい。電気タイプ行って草行った方がいいのかな。こっち草か、こっち。あれ、毒から行く。あ、でもここも毒草タイプなんだ。ほんとだ、気づかなかった。道具もらえる。今回なんかすごいですね。どうしようかな。貝殻の鈴かな。回復ちょっとくるやつですね。ダメージ与えたら HP 回復が入ります。回復欲しいな。これしかないけど大丈夫かな。毒タイプ、草タイプ、行ってみましょう。エスパータイプとか地面タイプ持ってないんだけどな。まあ草タイプだから毒入らないね。こうタイプ技持ってない。虫持ってても毒が半減。あれ、ノータイプ技もないぞ。あ、あったあった、サイコパッター。これかけましょうこれかけてけば回復ちょっとずつ入るし、やってみたいと思います。不思議そう。上から見るとちょっとギザギザして、ちゃんと鼻のところ分かるようになってるんですね。はい、では見ていきましょう。草の近い光合成、ソーラービーム、ヘドロ爆弾持ち、変えた方がいいのかがちょっとわからないんですけど、このままでもいけるような気がするのですが、どうでしょう。じゃあ私このまま行こう。ちょっとね、貝殻の指示で回復できました。次は、え、どっちがいいんだろう。地面、
地面？草？あ、みんな地面だ。ちょっとなんとなくですけど地面。木の実で回復、そして地面タイプ。どっちかな？通常ガラガラかな。ガラガラなのはわかるんだけど、アロラガラガラなのか普通のガラガラなのかが分かんなかったです。お、普通の方ガラガラで、最後ガラガラ倒して最奥のポケモンですね。伝説なのかな、どっちなんだろう。では行ってみましょう。え、こんな感じです。私はスルーしてみんなに頼もうと思います。はい、最後ガラガラ、カブトアーマー、骨ブーメラン、地獄時期、アイアンヘッド、嫌な音持ち、これをどうするかです。このまま変えた方が良かったかな、ちょっと謎だったんで変えなかったんですけど大丈夫かな。水タイプのポケモン水だけ、海洋がしか頭に思い浮かばないんですけど、水、あ、スイくんだ。行ってみよう、スイくん。最近ね、スイくんよく会うようになってきました。あの、聞くところによるとサブキャラでもう一回ね、やってる方多いみたいですね。じゃあね、任天堂アカウントサブでもう一回遊んで、そっちの後で遊んでる方は色違いの伝説とかいろいろね、ゲットして進んでるっていう方が多いみたいですよ。というか、あの、ちょっとね、動画内でお話ししたか忘れちゃったんですけど、ポケモン最新情報でザマゼンタとザシアの色違い10月22日からゲットできるキャンペーンが始まりますね。プレゼントキャンペーンがあるんですよ。詳しくはポケモンのホームページ見た方がいいんですけど、ソードだったら色違いのザマゼンタ、シールドだったら色違いのザシアンがゲットできます。はい、これはですね、全国のテレビゲームの取扱店で、パス、シリアルコードが書いてある紙もらえるみたいなんですけど、そのね、プレイしてるよっていうのが分かるように、任天堂スイッチ本体を持ってきて、ホーム画面のソードシールドのソフトアイコンをお店の人に見せるともらえるらしいです。私どっちももらってこようと思います楽しみですね。1個のスイッチの中にどっちも入ってたらどうなるのかをね、ちょっと書いてなかったんですけど、多分1個ずつもらえるのかな。両方見せても一応1枚しかもらえないらしいです。スイッチが別だったら1個ずつになるんだと思うんですけど、人が、あの、同じ人だともらえないのかな。お一人様1枚とかっていうのは書いてなかったんですよね。スイッチ本体に対して多分1枚 CR コードのプレゼントになるんじゃないかなと思うので、違うお店回ってもらってもいいかもだよね。ソードの分とシールドの分どっちも欲しいっていう方は、そういうやり方もありなんじゃないかなって思います。嬉しいよね。はい、ということで勝ちましたね。そのお話ししてたら見ていきましょう。目がパッチリしてるバスラオ、赤筋ね。で、不思議そう、ガラガラと出会いました。ガラガラは、あ、でも持ち帰らなくていいかな今回は。アローラガラガラだったらちょっと欲しいなと思ったんですけど、そのままにしちゃいました。居場所がいっぱいなんですよ。そうなんですよ、私が欲しいポケモンのところに行き当たらないということで、今回も残念ながら出ませんでしたね。ソード限定のポケモンなので、結構回らないと出ないよなと思いつつ、もうどれぐらい回ってるんでしょう、わかんないけど、もうちょっと頑張って進んでみようと思います。今回の動画のポケモンシルエットクイズの答えはマシェードでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you!